この時間はニース対 FC 東京、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。ニース対 FC 東京、ニースはこの試合は 3-4-3 のシステムです。前に攻撃的な分、守備をどうするのかが難しいシステムになりますよね、はい、特に相手のサイドアタックへの対応はしっかり強化する必要がありますよね、うん、普通はサイドハーフが対応するんですけども、状況によってはウィングが守備に参加することもありますからね、はい、また中盤の2人の守備の意識も必要になってきますよ ね。ここはオフェンス陣も重要な役割を果たしますからね。その2人の選手のポイントは何でしょうか。やはりどうしてもこのシステムは守備面でのリスクが大きいので、1人はディフェンスに残っていることが大事になりますよ ね。ディフェンス専門の選手を置いてもいいぐらいですからね、はい、運動量やポジショニングともに高いレベルが必要になってきますからね、展開はもう1人に任せて少しでもディフェンス面のリスクを軽減させたいですよね。なるほど、ここはすぐ奪い返します。さあ北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。スオビクでしょうね。最近のキーパーはタスクが多いんですけど、あれは全てを高いレベルでこなせますよね。シュートストップやポジショニングにしても一つ一つの動作が正確で無駄がないんですよね。やはり普段の練習からこだわってやってるんでしょうね。彼のセービングには注目ですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。ディエゴ・オリベイラから阿部、阿部から長友、長友左サイド上がってきます。奪い返します。取らないですね。長友、チームに推進力を与えるサイドバックです。どうだこのシュート、いやーよく反応しましたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。長友、この試合最初のシュート、ボールがつながる、いいボールですね。抜けてくる、ボールが収まる、カット、東、さあ左サイドへ、このボールに触ります。長友、ここはつながりません。ここはドリブルで上がる、ディオップ、これは前半まだ両チームともスコアレスな展開です。さあディエゴ・オリベイラ、これは合いません。奪われると危険な位置、メルバンバール、スルーパスを出す、このボールをカットします。来た、これは、さあシュートレンジだ、すぐ、これはよく止めました。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。ニースは2本目のコーナーキック、あ、ダメだ、ポストの左です。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。これは届くかと呼んでいた、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。もう一つ前に行きたい。
裏へのスルーパス、ここは間合いを取る、阿部、東、松木、ここはつながりません。ブダウィ、さあ左へ預けて、阿部、ディエゴ・オリベイラへ、ロトンバ、このボール危険です。阿部、ディエゴ・オリベイラ、サイドへ、ガエタン・ラボルディ、ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。さて北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。ニース対 FC 東京、前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。引き締まったゲームになってますけど、あるとは思いませんよね、はい。さあカウンターのチャンスになります。仕掛けるか、これを読んでいた、ジエゴ・オリベイラ、長友、ロトンバ、これは合いません。東、FC 東京としてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。メルバンバール、東、東からディエゴ・オリベイラ、レフリー笛は吹きません。これはつながりません。東、 FC 東京カウンターを仕掛けます。スペースを狙う、小泉から松木、中への折り返し、ここはボールを下げる、縦へのボール、トレビザン、大きく前線へ、モフィ、さあ左へ預けて、いいボールだ、抜けてくる、インターセプト、ニースは3本目のコーナーになります。 FC 東京はまだコーナーキックがありません。積極的なディフェンス、ファールありません。メルバンバール、キーパーから前線へ、オフサイドですね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね。この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。メルバンバール、ここはつながりません。ここは奪います。さあつながるか、シュート、セカンド拾えるか、足元狙う、
っと読んでいった。さあここでカウンター。ディオップ、ここで前を向けるか。裏を狙っていきます。さあディエゴ・オリベイラ、ロトンバ、大きくサイドチェンジ。さあ一気にカウンター。東からディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラから左サイド、自分で行く、撫でるようなボールタッチ。長友からディエゴ・オリベイラ、これは奪い返します。 FC 東京としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。裏を狙う、起きましたよ、抜けてくる。ニースとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあ左サイドへ、おいい形じゃないですか。これは相手選手にリフレクション、コーナーになります。ニースはコーナーキック4本目、 FC 東京はまだコーナーはありません。ヘッドだ。いや今のはよく止めましたね。いやいいディフェンスでしたよね。ニースは5本目のコーナーキック、ニースは4本蹴っています。キーパー触る、中に入れる、おっとコーナーが続いています。ニースは今日6本目のコーナー。さあ左へ預けて、さあ中央へ、わずかに合いません。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。さあ左サイドへ、さあ長友へ、ここはちょっと強引か。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。これを奪います、抜けてくる、自分で行く、絶好の位置で受ける、絶好の位置。松木、サイドを使います、大きく立て、レフリー試合終了のホイッスル、0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。今日の試合はカードが1枚も出ませんでした。非常にクリーンな戦いとなりました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、